どうも、あきです。パープルアプリやっていきましょう。今回は久々に小ネタの検証シリーズの動画を撮っていきたいなと思います。今回検証する内容は、しらす水産でひたすらチームメイトたちと妄想だけを繰り返し続けると、最終的にそのチームメイトたちはどれくらいの能力になるのかというのをね、検証していきたいなと思います。今回この検証をするにあたって、デッキにイベキャラは一体もセットしておりませんと。まあ、イベキャラをセットしてしまうと、そのイベキャラたちの妄想が発生してしまって、まあ、その妄想によってはチームメイトの能力は上がらないので、今回はデッキには誰も入れずにやっていきたいなと思います。すでに8月3週の妄想が始まるところまでやってきているので、ここからね、はい、ひたすら妄想を繰り返してやっていければいいなと思います。まあ、ずっとこれやってみたいなと思っていたので、まあ、せっかくなんでね、動画にしながら、まあ、練習試合の途中とかで総合力も見つつ、やっていければいいなと思いますので、早速行きましょう。はい、ということで、セクイチ終わりの練習試合までやってきまして、ちょうどここで総合力が D になりましたね。では次のセクションへ向かっていきましょう。はい、セクション2が終了しました。今のところ、投手が C、打撃と守備が B で、走塁が D となっておりますね。呼吸が全体的に上がっていて、ちょっと走力が上がっていないので、まあ、ここが逆転してくればいいなと思います。では行きましょう。はい、というわけで、セクサン終わりの練習試合までやってきまして、なんとすでにこの段階で投手と打撃に関しては S の総合力 A になっております。で、少し気になるのが、このセクションの妄想で、ちょうど2、3年のパワーと肩がみんな99まで上がったので、ここからその練習が選ばれるのかというところですね。はい、そこは注目しつつやっていきたいと思います。では行きましょう。肩と球速上がりましたね。はい。2、3年生の肩に関しては99で止まっているのですが、ピッチャーの球速はまだ170に到達してないので、まあ、そこでまだ選ばれているのかなという感じですね。あとはまだ1年生。が入ってきたばかりで能力何もほとんど上がっていないので、まあそこも関係しているのかなというところですね。では行きましょう。はい、甲子園決勝までやってきました。もちろん投手打撃走塁守備が全て S の総合力も S となっております。では最後試合に入って、それぞれの選手の能力の詳細を確認してみましょう。では能力の詳細を見ていきましょう。まずは野手からですね。おう、オール S にはならなかったか。なるほど。走力と守備補給が少し遅れているという感じでしたね。肩が99になってから4回ほど選ばれていたので、まあそこがうまく分配できれば、野手に関してはオール S99 っていうのが狙えなくもないのかもしれませんね。はい。あ、ただこの根岸に関してはオール S だ。しかも、守備と補給以外は全部99。ということは、この肩4回分があと1回ずつぐらいこっちに動いていれば、全然オール S99 はありえそうですね。うん、まあ、この辺はね、初期値とか、その辺も関係してくると思うんですが、うん、でも初期値低くても全員99っていうのも全然ありえそうだな。この、カンパチは走力だけ初期値が低いので、走力だけ96と。あ、じゃあ鈴木は99全部いったんじゃないか。おお、これほんとあれですね。割り振りがもうちょっと肩から動いてくれれば、全員オール S99 っていうのが目指せるんじゃないかなと思います。これは自分ですね。では続いて投手の方を見ていきましょう。はい。おお、マグロやばい。あ、マグロはもうこれ、あれですね。マックスいきましたね。変化量も、スタミナもコントロールも球速もマックスいっておりますと。ただ、控えメンバーは球速とか変化量が、まだマックスいっていない人がいるんですよね。いや、石田やば。これ1年生かな。石田だけなんか、コンスタは上がってないですが、170キロ。おー、なるほどね。いや、これ怪物ですね、本当に。うん。という、まあ、結果に終わりましたね。なので、本当にうまく回ってくれれば、まあ、野手のオール S99、全員 S99 っていうのも見えますし、まあ、逆にうまく回ってくれれば、投手がね、全員球速170キロ、コンスタ SS の変化量マックスっていうのも、まあ、目指せるという形でしたね。まあ、いろいろと今回は検証できたので、よかったなと思います。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。
はい、というわけで今回の検証動画参考になりましたっていう方はね、ぜひともグッドボタン押していっていただければ嬉しいです。で、今までも何度かね、検証シリーズやってきておりますので、今回ね、再生リストを作ろうと思います。その再生リストを概要欄や終了画面の方に貼っておくので、まあ、良ければね、今までの検証シリーズの動画も見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。